どうも皆さんこんにちは、安永サイクです。今日も元気にね、Z1R に乗っていきたいと思います。今日はね、ちょっとね、ゼスカンのバッフルを交換しようかなと思って、で、ゼスカンのバッフルを交換するので音がどんな風に変わるのかをちょっと聞きたいなと思って動画を撮ろうかなと思っております。でね、今ちょっとね、アクセルをボーっていうのと一緒にピューって言ってんのよ。これなかなか僕好きなのよ。これ聞こえるよ。これわかんないか。じゃあね、ちょっとマフラーのとこにカメラをつけてちょっと撮ってみたいと思います。でもこれ聞こえるのかな、本当に。ちょっとね、そこら辺ちょっと撮っていきたいと思います。ほら、ビヨーンって言ってんのよ。アクセルをこう開けるとビヨーンって言うの。おら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 、聞こえる？うるさいか俺が。ちょっとね、これはこれで好きなのよ。好きなの。でもうるさいんよ、これが。ナイトランとかも行きたいわけ。ちょっとこんないいバイク、しおみちゃんに乗れるんだったらナイトランとかも行きたいから、あんまりうるさいとご近所に迷惑かかるので、ちょっとバッフルをつけて行きたいなと思っております。うわー、いい音。これいいね。いっちゃいいんだよな。いっちゃいいのよ。いっちゃいいけどうるさいのよ。トレーゴさん、これだけなんですよ。これマジでやばいっしょ。これあれだだ、これ三枚豚っていうやつらしいんですよね。これがいい音を奏でるらしいです。ハイランとか言わんでよ。はい、やっとね着きました。なんかちょっとここ曲がってたね。さあ音を聞いてみましょう。うん、静かじゃない？いいね、静かだね。
静かかな。ちょっと走ってみようか。よいしょ。うん、多分静かだと思うな、これ。うん、静か。だったかな、 MRS の旧吉村インナーサイレンサー 3枚蓋だったかな。はい、ということで今回はね、あの吉村、あ MRS の旧吉村3枚蓋っていうインナーサイレンサーをいじってみました。音が静かになったのでね、まあナイト2も楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということでこの辺でありがとうございました。